はい、プレーボールどうも野球人です。今日ですね、山川選手の入団会見が行われて、正式にソフトバンク入りが決定いたしました。で、それに伴って、今回はソフトバンク西武間の人的保障、こちらを見ていこうと思います。まあ先日、プロテクト予想っていうところをお話はさせていただきましたが、今回はね、実際、そのプロテクト側になる可能性のある選手、その中から注目候補の野手をね、見ていきたいと思います。まあ、前回の予想ではね、外さなかった選手ももしかしたらこう外れるんじゃないかみたいなことも言われている人はいるので、まあまあそこ込みで注目選手ね、数名お話していきたいと思います。まあやっぱね、結構漏れているんじゃないかなっていうところもあって、野手と投手で今回は分けて見ていきたいと思いますので、まずはこの動画では野手を見ていきたいと思います。それではまずこの人から見ていきましょう。はい、ではまず1人目、中村晃選手、プロ16年目、出身地は埼玉県、1989年11月5日生まれ、34歳、175センチ、83キロ、ポジションはファースト外野、左投げ左打ちの選手でございます。2007年高校生ドラフト3巡目指名の選手で、来季の年俸は 1.5 億円プラス出来高、来季2年契約の2年目ということになっております。中村選手は高卒4年目に1軍デビューすると、6年目の2013年にレギュラーをつかみ、規定打席到達で3割を達成、翌年以降も最多安打に輝くなど安定感のある打撃でホークスを牽引。2019年からは4年の大型複数年契約を結びましたが、自律神経失調症を発症、成績は落としたものの、それでも2020年は規定打席に到達し見事復活。その後も活躍を続け、12年目となる今シーズンも9度目となる規定打席に到達し、ファーストのレギュラーとして活躍を見せていたということでございます。はい、まずはこの中村晃選手、もうねホークスでずっとレギュラーを張っている選手でございまして、通算で見ていくと打率が2割7分9厘、4967打数の1387安打66ホーマー、オーベースが 0.731 という成績になっております。はい、まあ通算で見てもね、打率は2割8分弱ありますし、で三振が少なくしっかりフォアボールを選べるっていうのが特徴でございまして、そのため BBK は 1.10 と非常にこう優秀ということになっております。で今シーズンも136試合で2割7分4厘、511打数の140安打5ホーマー、オーベースが 0.688 という成績残しております。今季もファーストのレギュラーとして規定に立っておりまして、ある程度ねフォアボールも選んで上々の成績、打力は健在かなというところになっております。で中村選手に関してはやっぱこう単純な打線強化としては一番ね特効薬にはなってくるのかなっていうふうに思います。まあちょっとねファーストの大物助っ人を狙っているっていうところもあって、それであれば中村選手じゃない方がいいんじゃないかみたいな声もね出てきてはいるんですが、まあでもやっぱこう漏れていたら候補には入ってくるでしょうし、内野のホットコーナーで言うとね、どっちかというとこう左バッターの方がいないっていうところもあるんで、使い分けしやすいっていうところもね一個あるのかなっていうふうに思いますんで、プロテクトされている可能性もね全然あるんですが、やはりこう注目の選手かなというところではないでしょうか。では続いて見ていきましょう。はい、続いて2人目は今宮健太選手、プロ14年目、出身地は大分県、1991年7月15日生まれ、32歳、173センチ、80キロ、ポジションはショート、右投げ右打ちの選手でございます。2009年ドラフト1位指名の選手で、来シーズンの年俸は3億円プラス出来高、来季は2年契約の2年目ということになっております。高卒3年目には早くもショートのレギュラーをつかみ、4年目には初の規定打席にも到達します。さらにこの年から5年連続でショートのゴールデングラブ賞を受賞するなど、リーグを代表するショートに成長。2018年からは怪我もあり離脱期間が増えていく時期があったものの、それでも昨年は5年ぶりの規定に到達し、キャリアハイとなるオーベース 0.761 を記録。そして今シーズンもやや打撃成績は落ちていたものの、2年連続の規定到達となっていたということでございます。はい、この今宮健太選手、通算で見ていくと1480試合、打率が2割5分1厘、1250安打92ホーマー、オーベース 0.667 という成績になっております。まあソフトバンクの不動のショートストップですね、ドライシで入ってきてこう順調に成長していって、ゴールデングラブ賞っていうところもね取っておりました。で今シーズンは126試合で2割5分5厘、427打数の109安打9ホーマー、オーベース 0.670 という成績になっております。まあ去年がね打率2割9分くらいあって、オーベースはキャリアハイ、しっかりとこう成績残していて、なかなか近年はね規定に立てなかったっていうところはあったんですが、こう見事復活を遂げていた昨シーズン。で今シーズンもね規定には立っておりまして、まあちょっと成績はね下がってはいるんですが、まあまあそれでもレギュラーとしてバリバリ張っていた選手ということになっております。ただね彼に関してはプロテクトから外れるんじゃないかっていう声がね結構聞こえてくるんですよね。まあ私もねこの前の動画では外さない予想ではあったんですけど、まあそういった予想が結構あると。というのもやっぱね源田選手がいて、セカンドには外崎選手もいる、で年俸もね非常に高いっていうところを考えると、まあ、セーブは手を出せないんじゃないか
であればプロテクトから外してくるんじゃないかっていう声も聞こえてくるので、まあ今回ねそれもあってご紹介しております。まあまあただやっぱね、まあさすがにやっぱこう非現実的にはなってくるのかなというか、まあ多分彼がね人手故障として上がってくるっていうことはないんでしょうが、まあただプロテクトから外れている場合は獲得する可能性はゼロではないんで、こうもしかしたらあるんじゃないかというふうにもね言ってる方もちらほらいるんですが、まあまあどうなるかなと。では続いて見ていきましょう。はい、続いて3人目、野村勇選手、プロ2年目、出身地は兵庫県、1996年12月1日まで27歳、175センチ、83キロ、ポジションは内外や守る、右投げ右打ちの選手でございます。2021年ドラフト4位指名の選手で、来シーズンの年俸は2300万円、今シーズンは2500万円ということになっております。野村選手は社会人では大卒3年目に結果を残し、ソフトバンクに試合が指名されプロ入りします。1年目となる昨年は即戦力として期待されておりましたが、それに応えるように開幕1軍をつかむと積極的に起用され、最終的にはパ・リーグで37年ぶりとなる新人2桁本塁打&2桁盗塁を達成し、順風満帆のルーキーイヤーとなっておりました。しかし2年目の今シーズンは春季キャンプ中に腰を痛め、開幕前に手術をなったことにより出遅れると50試合の出場にとどまっていたということになっております。はい、このね野村選手、大卒社会人3年目、割と遅くね入ってきた選手でございますが、通算で見ていくと147試合で2割1分5厘、261打数で56安打13ホーマー11盗塁、オーベース0.726という成績になっております。はい、まあ去年ねしっかりと活躍しておりました。2桁本塁打、2桁盗塁、オーベースもね 0.8 超えて、打席数はそこまで多くはなかったんですが、非常にこう期待されていたというところでございます。ただ今シーズンは50試合で1割6分、81打数の13安打3ホーマー、オーベース 0.562 と、ちょっとね2年目の今季は怪我で出遅れたっていうところもあって、なかなかいい成績は残せずということになっております。それでも2軍では少ない打席数ながら12試合で4割1分9厘、43打数の18安打1ホーマー、オペス 1.025 としっかりとこう成績残していたというところもあります。まあ彼に関しては正直まあプロテクトされるかどうか微妙なねラインではあるかなっていうふうに思いますし、場合によっては外れてもねおかしくはないんじゃないかなっていうところはありますよね。でさらに打力のあるユーティリティ、その辺はかなり魅力かなっていうふうに思います。ソフトバンクに関してはやっぱ二遊間はね割とこう埋まってはいるんですが、ただやっぱ野村選手に関してはいろんなポジションを守れますし、外野もねこなせるっていうところはあります。そうなるとやっぱ非常にこう使いやすいっていうところもありますし、まあさらにパンチ力っていうのも今年こそね不調ではあったんですが、まあその辺の打力っていうのもね頻打のセーブとしては持ってこいかなというところでございます。まあ漏れてるかどうか微妙なラインではあるんですが、もし漏れていたら積極的にね取りに行っていい選手の一人かなというところでございますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて4人目は谷川健太選手、プロ8年目、出身地は愛知県、1997年4月16日まで26歳、174センチ、85キロ、ポジションはキャッチャーや外野、セカンドもね守っていた経験があります。右投げ左打ちの選手でございます。2015年ドラフト3位指名、来季の年俸は1500万円、高卒1年目は主に3軍で出場し、2年目以降は上に2軍での出場機会を増やしていくと、4年目からは打力を生かし内外野にも挑戦します。すると6年目についに1軍デビューをつかむと、主に外野手として59試合に出場、そして7年目となる昨年は外野の控え兼第3捕手として1軍に多く台頭し、最終的にキャリアハイとなる71試合の出場となっておりました。そして今シーズンも昨年と立ち位置はそこまで変わらず61試合に出場となっていたということでございます。はい、4人目はこの谷川原選手、通算で見ていくと191試合2割6厘、178打数の32安打1ホーマー4通り、オーベース0.582と、まあそこまで抜群にねいい成績残しているわけではないんですが、まあただやっぱキャッチャーっていうところを考えればそこまで悪いわけではないと。で今季は61試合で2割3分3厘、43打数の10安打0ホーマー、オーペース0.538で、2軍では20試合1割6分7厘、42打数の7安打、オーペース0.504と、まあ2軍ではね打席数少なくそこまで結果は出ていないんですが、まあまあでも去年今年とね1軍にそこそこ出ていたキャッチャー、こうキャッチャー兼ユーティリティとしては非常に魅力的な部分もあるのかなっていうふうに思います。まあやっぱキャッチャーもそうですが、外野としてもね非常に高い守備力を誇っております。で西武ねキャッチャーで言うとやっぱ森選手が出ていって、まあ古賀選手らの台頭っていうのは当然あるんですが、不安な要素ではありますよね。住谷選手が加わったとはいえ、試合下でキャッチャーは6選手、育成で2人ね、いるとはいえ、もう1人くらいいても、数的には大丈夫ではあるんですよね。で、まあもしね、キャッチャーがちょっと多くて、使い道困ったなっていうところであっても、この谷川原選手あったら、こう外野にね、回すっていう起用法もできますし、いろんなね、使い道っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあなんでそういう意味では、外れていたらね、積極的に行っていい選手の1人かなっていうところでございますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いてリチャード、プロ6年目、出身地は沖縄、1999年6
6月18日まで24歳、188センチ、117キロ、ポジションはサード、ファースト、右投げ右打ちの選手でございます。2017年育成ドラフト3位指名、来シーズンの年俸は1000万円ということになっております。リチャードは高卒3年目のオープン戦でアピールすると、3月に試合下に昇格。コロナで開幕が延期したため、その年の1軍昇格はありませんでしたが、2軍で本塁打打点の2冠を受賞。4年目も2軍でアピールを続けると、4月に1軍初昇格をつかむと、低打率ながら7ホームを放ち、存在感を見せました。しかし昨年は2軍で再び、本塁打打点の2冠に輝きましたが、1軍では23試合の使用にとどまると、今シーズンも2年連続で2軍2冠も1軍では昨年を下回る22試合の使用となっていたということでございます。背後のリチャード選手、もうね、ソフトバンクが誇る大砲候補の一人ということになっております。まあ2軍で2年連続2冠を、ホームラン王に限っては、ウェスタンリーグ4年連続ということになっておりまして、まあ本当こう毎年1軍で活躍が期待されている選手ということになっております。ただまあ通算で見ていくと、79試合で1割5分7厘、229打数の36安打10ホーマー、オーベース 0.530 と、まあやっぱ1軍ではね、なかなか効率っていうのが残ってこないと。で、今シーズンも22試合で1割1分5厘、61打数の7安打、0ホーマー、オーベースも 0.287 と、まあそこそこね、チャンスっていうのも与えられていたとは思うんですが、そこをつかめず、かなりね、苦しんでいたっていうのが今季だったのかなというところではないでしょうか。それでも2軍ではね、72試合で2割2分5厘、236打数の53打19ホーマー、オーベース 0.885 と、まあ打点のウエスタンで打率は低いんですが、やはりまあここまでね、ホームラン打てるっていうのは、ズバ抜けた才能ですし、まあ何かが噛み合えば1軍でも結果がっていうところではあるんですが、でまあその辺をね見ていくと、やはりまあこう山川選手の後釜としてはピンズドにはなってくるのかなっていうのはありますよね。まあやっぱ大砲候補っていうのが少ない西武、まあやっぱプロテクトから外れる可能性はかなり高いですし、行ってほしいところはあるんですが、まあただこう年齢的にもドラフト1の渡辺選手を若干こう被るっていうところもあるんで、まあその辺はね、行きにくいポイントでもあるのかなっていうふうには思うので、まあ外れていたらね、飛びついてっていう感じでもないとは思うんですが、まあまあでもやっぱ魅力的な選手だよねというところではありますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて6人目は正木智也、プロ2年目、出身地は東京都、1999年、11月5日まで24歳、182センチ、89キロ、ポジションは外野ファースト、右投げ右打ちの選手でございます。2021年ドラフト2位指名の選手で、来シーズンの年俸は1200万円、大卒1年目の昨年は1軍キャンプに抜擢されますが、右肘を痛め離脱したため出遅れるも、リハビリを終え、開幕早々に1軍昇格をつかみ、左投手相手に活躍を見せ、最終的に80打席ながら OPS 0.815 と好成績を記録します。さらなる飛躍を期待された2年目の今季は、開幕ために抜擢されるも19打席連続無安打とスランプに陥ると、その後2軍でも立て直せずシーズン終了。それでもオフの台湾ウィンターリーグでは好成績を記録し、復調を見せていたということでございます。はい、この正木選手、ドラフト2位で入ってきた2年目の選手ということになっております。通算で見ていくと、50試合で1割9分4厘、93打席18安打3ホーマー、オーペース 0.645 という成績になっております。まあ去年ね、しっかりと活躍していたんですが、ただやっぱ今シーズンですよね、1軍では15試合で0割3分8厘、26打数の1安打、オーペース 0.205 と、なかなかねこう1軍で活躍できず、で2軍でも22試合で1割6分7厘、78打数の13安打0ホーマー、オーペース 0.492 と、まあ去年は1軍2軍ともにねいい成績であったんですが、ぐんとこう状態を落としてしまっていたということになっております。ただオフの台湾ウィンターリーグ、ここで17試合で3割5分1厘、57打数の20安打2ホーマー、オーピス 0.991 と復調を見せていたということになっております。まあまあ去年ね、成績残していたっていうところもありますし、ドラフト2位、非常にこう注目度の高かった選手、まあさらに西武で言うと右の外野手っていうのは補強ポイントになっております。やっぱねこう愛斗選手も現役ドラフトで出ていってしまって、右の外野っていうところが本当にいない状態ではあるんですよね。まあそうなるとやっぱね、台湾で結果も出しておりますし、外れていれば候補にはなってくるのかなというところではないでしょうか。では続いて見ていきましょう。はい、続いて7人目は野村大樹選手、プロ5年目、出身地は兵庫県、2000年9月10日まで23歳、171センチ、83キロ、ポジションはサード、ファースト、セカンドを守る、右投げ右打ちの選手でございます。2018年ドラフト3位指名の選手で、来季年俸が1070万円、高卒1年目から3軍戦で打率3割3厘と好成績を残すと、終盤には1軍デビューを果たし初安打も記録します。翌年の2年目は1軍昇格となかったものの、2軍でレギュラーをつかむと、3年目の一昨年は1軍で7試合に出場、さらに4年目の昨年は31試合に出場と、徐々にではありますが試合数を増やしていくと、5年目となる今シーズンは自己最多の41試合に出場となり、2軍でも少ない打席数ながら
打率、OPS でキャリアハイの数字を記録していたということになっております。はい、この野村選手、通算で見ていくと80試合で2割2分1厘、163打数の36安打1ホーマー、OPS 0.565 と、そこまでね、1軍での実績はまだないんですが、まあまあそれでも今シーズン41試合、2割1分6厘、74打数16安打1ホーマー、OPS 0.537 と、そこそこね、1軍で使われていたということになっております。さらに2軍では48試合で3割1分4厘、118打数の37安打0ホーマー、BBK が 1.30、スリー率4割3分9厘、OPS 0.888 と、打点のウエスタンリーグで非常にこういい成績っていうのを残しておりました。まあ、若干こうパワーレスな部分はあるんですが、まあまあやはりバッティングは定評のある選手ということになっておりまして、こう同じホットコーナーの選手ではあるんですが、リチャード選手よりもね、確実性が高い選手というところではないでしょうか。まあただ、選手タイプ的に、まあ若干こう佐藤選手と被る部分もね、あるのかなっていうふうにも思いますんで、まあ行きにくい選手ではありますよね。サードの守備もめちゃくちゃうまいっていうわけではないですし、まあちょっとこうファーストに限られてしまう可能性もあるんで、外れていても積極的に取りに行くかどうかっていうのはちょっとね、微妙ではあるんですが、まあただ候補の一人では間違いなくあるということになっております。じゃあ次は最後ですね、見ていきましょう。はい、では最後8人目、吉田健吾選手、プロ1年目。出身地は神奈川。2001年1月18日生まれ、22歳。180センチ、87キロ。ポジションはキャッチャー、ファースト。右投げ右打ちの選手でございます。2022年ドラフト6位指名。来シーズンの年俸は800万円。桐蔭横浜大ではリーグ戦通算打率3割9分3厘と圧倒的な成績を残し、プロ入り。しかし入団時のメディカルチェックで、昨週のドラフト前に判明した疲労骨折が原因で、ドクターストップが入り、1年目の今季はリハビリ組からスタート。それでも4月に実戦復帰すると4軍や3軍で活躍を見せ、5月には2軍に昇格し、最終的に少ない打席数ながら打率3割1分と好成績を記録すると、10月には1打席伸びでありますが1軍デビューも果たしていたということになっております。はい、最後はこの吉田健吾選手、1年目のルーキーということになっております。ただ2軍で32試合3割1分87打数の27打2ホーマー、 OPS 0.801 という成績残しております。まあ怪我で出遅れていたっていうこともあって、そこまでね2軍では出ていないんですが、まあまあそれでもしっかりと成績残しております。大学時代から打撃には定評ありまして、やはりねこうウエスタンリーグレベルであればこのくらいは1年目からやれるよということになっております。まあキャッチャーでどれだけやれるかっていうのがまだ未知数なところと、1軍ではね1打席しか立っていないっていうところはあるんで、まあ何と思ってところではあるんですが、まあまあただこうポテンシャルにねベットする分には全然いってもいいのかなっていうふうに思いますし、キャッチャー以外のポジションでもね可能性のある選手かなっていうところはありますよね。まあただ桐蔭横浜大っていうところもあって、渡辺選手を後輩には当たるんですよね。まあただこうファーストとかサードで使うとなればポジションが被ってしまうっていうね可能性もあるんですが、まあただねこう外野とかも視野に入れるのであれば被らないように起用っていうのもできるでしょうし、まあキャッチャーとして育てていくっていうのもねありな選手かなっていうふうに思いますんで、まあ将来性にベットする形ではあるんですが、まあ打てるキャッチャーをね増やしておくんならチョイスとしてはあれなのかなというところではないでしょうか。はい、というわけで以上ね8選手見ていきました。最後さっとまとめて終わりましょう。はい、ではまとめていきましょう。今日見ていったのは中村晃選手、今宮選手、野村勇選手、谷川選手、リチャード選手、正木選手、野村大樹選手、そして吉田健吾選手の8選手ね見ていきました。まあ正直漏れないんじゃないかっていう選手もね混じってはいるんですが、まあまあ今回見ていたのはこの8選手。でまあその他の候補で見ていくと、川瀬選手や柳町選手。このあたりももしかしたら外れてくるんじゃないかみたいなね、予想もちょこちょこ見られます。で、海野選手は渡辺陸選手、あたりのキャッチャー。で、生見選手、生根選手、ラ・ルーキー。まあそして外野のプロスペクトの笹川選手といったところになっております。まあ本当はね、彼ら全員お話はしたかったんですが、まあまあ尺的に長くなってしまうっていうところもあって、今回はこの8選手に絞ったっていうところではあるんですが、まあ正直こうその他の中からね、選ばれても全然おかしくはないのかなというところでございますが、まあ野手だけでこれだけね、魅力的な選手がいたっていうところでございますので、ちょっとね、まあ今後どうなるかっていうところ、注目ではありますよね。はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。